ロナウドサウジ移籍決定本当だったらその話するけど、絶対あれでしょ、公式発表とかしてないでしょ、ほら2年契約かみたいなさ、聞きたくないし未来もないでロナウドさ CL 出れないからユナイテッドでご機嫌斜めだったわけじゃん。これサウジアラビアっていうのはもうどういうことなんだろうね。そうなってくると筋通んないよね。もうユナイテッドから出てくってもうご機嫌斜めからユナイテッドで頑張れないようになったんだけど、思ったより外から来ないから、じゃあもうユナイテッド出ていくことが目的になったってことでいいのこれ。ちょっとロナウドに電話して誰か。これそういうことになるよね。いや金じゃん、だってロナウドもうさ使い切れないぐらい金あんだってね、何百億、10じゃなくて何百億を納めてると思うよ俺税金ですね。だからあとはドラマ的には、うん、メッシとモドリッチのどっちかがトロフィー掲げたらいいなとは思ってます。そうだよね。だから今、はい、ね、だからこの次がアルゼンチンクロアチアだから、そうそう、どっちかはもう可能性なくなるわけだもんね。ドラマ目線で言うとどっちかに、うん、ドラマ好きだなドラマ目線で言うとやっぱメッシかモドリッチなんですよ。あ、そう、はい、確かにね。俺は前回でメッシワールドカップ最後かなって思ったから、はい、そう今回残ってなんなら活躍してるじゃん、はい、メッシ取れなかった場合、うん、次回もいる可能性あるなと思ったじゃん。で、わかる。はい、もうさロナウドとかメッシとかさ、はい、もう全然残ってる可能性あるなってわかるよね、はい、もうだってね、あの能力あってストイックじゃん。でもロナウドもそう思ってたんですよ、うん、取れなかったら次回も多分いるぞって思ったんですけど、うん、今回負けて、うん、あの通路で泣いたじゃないですか、うん、あれ見て、うん、あ最後だったのかなみたいな、最後なんだなっていうのがすごい悲しくなりました、うん、あれ泣いてる時さ、はい、やけに笑ってもなかった確かに結構笑いながらみたいな。で俺あれ、はい、泣いてるけど俺出さないで負けるってっていうちょっと呆れも入ってるのかなって俺思ったんだよ。なんですか、え、それかもうっていう、うん、号泣じゃないですか。号泣がっていう、うん、笑顔に俺は、だから俺その両方の感情がさ竹中直人さん的なさ , 笑いながら怒る人になってんのかなみたいな。ああ、いやでもなんか最後感ありましたねあれは。こうって前回泣いてなかったのかな。いや泣い、あんまり僕結構追っかけてるんですけどな、どう、うん、あんまり泣くってあんまない。そう、嬉し泣きは見たことあるんですけど、うん、悔し泣きとか悲しい涙ってあんまり見たことなかったんで、うん、やり直せたらとふとまた蒼白、いつかられる笑える冗談、誇れる足跡すら言い訳、歴史は結果だけ。